はい、こんにちは、116インズです。トレードデッドラインもいよいよ明日、もう24時間切っている状況ですが、ここに来て本当に次々という表現がぴったり当てはまるくらいトレードが成立していまして、今日報道されたトレードはこちらの通り、主力クラスも結構動きましたね。カブスを長い間支えたアンソニー・リゾーはヤンキースへ移籍、グレイブマンを手放し守護神がいなくなったマリナーズはすかさずレイズからディエゴ・カスティーを獲得、ロイヤルズのダニー・ダフィーはドジャースへ、そしてナショナルズの選手が今日一気に動いて、ハンドはブルージェイズ、シュワーバー、レッドソックス、ハドソンはパドレスといった具合となっております。今朝はツイッター見ていてもトレード成立したんだ、またトレードみたいな感じで、なかなかタイムラインから離れることができずずっと張り付いてしまいました。これだけ急に市場が動き出した理由は定かではないですが、おそらく全体的に売り手市場の傾向にあることが影響しているんでしょうね。このクラスの選手でも結構いい見返りもらえるんだなと思うトレードも多い印象ですので、今季プレーオフ進出の可能性があまり高くないチームを中心に、もう売れるものはどんどん売ってしまおうという発想なのかもしれません。まあ、ファンとして見ている分にはめちゃくちゃ楽しいので、個人的には幸せなので OK です。ただそんな今日報道されたトレードの中で特に衝撃的だったというか、なんじゃこれと思ったのが、ドジャースとナショナルズのトレードですよね。正式発表はまだですが、ドジャースがマックス・シャーザー、さらにはオールスターショートのトレイ・ターナーを同時に獲得するという超大型トレードとなるようです。いや、初めにジェフ・パッサン記者のツイート見た時に思わずという声も出てしまいましたよ。ドジャースは今日ロイヤルズからダフィーも獲得していますが、それが霞むくらいの大型トレードですし、現在 NL 西地区2位のドジャースですが、地区9連覇に向けて一気に勝負に出た印象です。しかもこのトレードで面白いのが、ドジャースが獲得したシャーザーは今日の早い段階ではパドレス行きの可能性が非常に高いと報道されていたことなんですよね。両チームトレードの内容には合意していたそうで、あとはシャーザーがトレードを認めるかどうかだけの問題だったんですが、そこからなかなか確定というところまでいかず、その間に他のライバルチームたちがナショナルズ側の見返りのレベルを上げ、最終的にはパドレスとしてはおそらく一番避けたかったであろう同地区のライバルドジャースへ行くことになったと。ジャイアンツを含めただでさえ熾烈な NL 西地区の優勝争いですが、ドジャースにシャーザーとターナーが加わることで、その戦いは8月以降さらに激しさを増すこととなりそうですね。一方のナショナルズは一時期勝率5割まで戻し、シャーザーを売らない可能性も出ていましたが、現在は借金8まで沈み解体モードへ。このトレード以外にも冒頭で触れた通り、ハンド、シュワーバー、ハドソンをすでにトレードし、おそらく明日までにはさらにヤン・ゴームズ、ジョシュ・ハリソン、ジョシュ・ベルあたりも引き取り手が見つかればトレードする展開もあり得るでしょう。2年前に世界一となったチームがこうなってしまったのは残念ではありますが、今回ドジャース参加のプロスペクトのトップ2人を含む4人ゲットできましたし、ここから数年かけて若手を集めながらチームを立て直していくというところでしょうか。次からは両球団の見返りを見ていきましょう。ドジャース側の見返りから見ていきますが、まずはシャーザー。今季がナショナルズと結んだ7年契約最後の年なので、再契約しない限りは完全な半年間のレンタルとなります。つい数日前に37歳の誕生日を迎えましたが、まだまだ一流の先発投手で、今季は19先発で防御率 2.76、 相変わらずの安定感で、先日行われたオールスターでは NL の先発投手も務めました。投げればまだまだオールスタークラスのピッチングに期待できる選手ですが、数少ない懸念点を挙げるとすれば、最近ちょっと怪我が多くなってきた点。今季は6月に一度故障者リストに入りましたし、また今月も故障者リストに入るほどではありませんでしたが、上腕三頭筋の違和感で先発を回避するということもありました。この怪我がトレードに影響する可能性も懸念されていましたが、ただ今日のフィリーズ戦6回1失点で状態に問題がないことをアピールでき、結果ドジャースへのトレードとなったと。健康面に問題がなければ、ドジャースのこの後の戦いにおいても大きな戦力になってくれるはずで、また2019年に代表されるように、ポストシーズンなどの大舞台に強いことも非常に心強いでしょう。ドジャースといえば先発ローテーションが豪華な印象があり、実際バウアーを獲得した時にまさにそんな話をした記憶がありますが、ここのところはやや苦しい状況にありました。他球団のローテ3番手4番手以上のレベルの選手が7人もいることがドジャースの強みでしたが、メイがトミージョン手術で今季絶望、カーショーも怪我で今月離脱、バウアーは女性問題で今季どころか2度とドジャースに戻ってこない可能性があり、ローテーションは4人に。ビューラーを筆頭に4人の内容は決して悪くはないんですが、これで回し続けるわけにもいかなかったでしょうし、補強はできればしておきたかったところなんでしょうね。そんなローテーションが今回のトレードでご覧の通りになりました。シャーザーが加入し、さらにカーショーが近いうちに復帰できそうな見込みで、新加入のダフィーも数週間後に怪我から復帰した際の完全体ローテーション、いやはや恐ろしい。
メイとバウアーを失ってもなおゴンソリン、プライスを再びブルペンに回せそうな層の厚さとなりそうですね。もうね、ファンタジーベースボールを現実にしないでくれと言いたい気分です。そしてこれに飽き足らず、さらにターナーも獲得すると。シャーザーと違いターナーは来季まで保有できますので、完全なレンタルではありませんが、同じショートのポジションにドジャースはコーリー・シーガーがいますので、ターナーはセカンドに回るのではないかと言われています。なおターナーは先日コロナ陽性反応が出てしまいましたので、ドジャースに合流するのは少し先の話となりそうです。ターナーといえば走攻守に優れた MLB 屈指のショートでして、今季96試合で打率3割2分2厘 OPS8 割9分18本のホームランに加えて21盗塁も決めていると。守備でもプラスを稼いでいますし、セカンドでなら十分すぎるスペックですよね。復帰次第シーガーと共に超強力な二遊間を形成することになりそうですが、ほんとオールスターみたいなチームですよ。またターナーはセンターのプレー経験もありますので、基本はセカンドを守りつつ、シーガーを休ませるときはショート、必要になればセンターと柔軟にポジションを動かせる点も、選手のユーティリティ性を重視するドジャースとしては気に入ったのかもしれませんね。ただターナーの獲得は今季というよりも来季以降も見据えた動きのようにも思えました。というのもショートのシーガーがコンオフ FA となる予定なんですよね。チームとしてはできることならシーガーを残しておきたかったことでしょうが、しかしドジャースの今季の総年俸はすでに贅沢税の課税ラインを大きく超過していまして、でさらに来年も契約が残っている選手が数多く在籍している関係で、来季もちょっと怪しいと。連続で贅沢税の課税ラインを超過した場合にはより厳しいペナルティが課せられますので、ドジャースとしては早い段階で贅沢税の課税ラインを下回るよう総年俸を調整する必要があるかと思います。そうなるとコンオフシーガーを残せるだけの大型契約を提示することは難しく、しかも来期まで保有できるターナーを獲得したことでシーガーの退団の可能性がより高くなったと考えていいようにも思います。ドジャースは2023年以降契約が残っている選手は多くはなく、大型契約は別ぐらいですので、ここの年であれば新たな大型契約を入れる余地があります。シーガーを諦め2023年からのターナーとの大型契約をドジャースは目論んでいるのかな、なんて風にも今回のトレードでは個人的に感じましたね。シーガーの後釜となるはずだったギャビン・ラックスも想像以上に伸び悩んでいますし、実力の面でシーガーの後釜と呼ぶにふさわしいターナーを連れてきたあたりはうまいですね。ドジャースに短期的中期的に大きなプラスをもたらす印象のトレードですが、ただ当たり前ですがその代償は決して安くはありません。ドジャースは今回傘下のプロスペクトでトップの2人を含む4人のパッケージをナショナルズに渡しました。そしてこのトップ2人のインパクトもまた強い。傘下1位だったキーバート・ルイーズ、2位のジョサイア・グレイ、2人とも共に MLB デビューを果たしていますので、トレード後すぐにナショナルズで活躍のチャンスがあるんじゃないかと思っています。まずはルイーズ、バッティングに優れたキャッチャーという点だけでも魅力的ですが、コンタクト能力に加えて今季パワーもつけてかなり評価を上げているそうですね。今季は AAA52 試合で打率3割1分1厘、OPS は10割を超え、ホームランはすでにマイナーのシーズンではキャリアハイの16本。ウィル・スミスがいたため完全にブロックされていましたが、これから再建に入るナショナルズでならすぐにチャンスは巡ってきそうです。そしてグレイ、こちらは力のある90マイル中盤の速球にスライダーカーブで投球を組み立てる未来の先発2番手候補。大学時代はショートを守るなど運動能力が高く、フォームのばらつきが少ない点も評価されているようですね。一時期怪我をしていたため今季 AAA では4試合しか投げていませんし、 MLB での2試合も結果を出せたとは言えない感じではありますので、上のレベルでどれくらい投げることができるかまだ未知数な部分がある選手ですが、こちらもシャーザーが抜けたローテーションでチャンスもらえそうですよね。他の2人、カリーヨは100マイルにも届く速球の持ち主で、今は先発をやっていますが今後ブルペンに回った後化ける可能性はあると思っていますし、ケイシーも AA で今季結果を残している外野手とのことで、ナショナルズ再建の第一歩目の見返りとしてはなかなかいいんじゃないかと感じました。またドジャース側から見てもやはりこれくらいは出さないとシャーザーとターナー2人ともは取れないよなといったところでしょうかね。ということで、報道の通りであればシャーザーとターナーがドジャーブルーに身をまとうことになりそうですが、 NL 西地区の優勝争い、本当異次元の戦いですね。勝率の面でもそうですが、ドジャースの本気度、さらにシャーザーを逃したパドレスは今度はツインズのホセベリオス獲得も目指しているらしく、ドジャースの動きに追随する見込みです。そんな中で首位のジャイアンツはまだ不気味なくらい静かですが、ドジャース、パドレスの動きを踏まえてこちらもデッドライン当日動いてくる可能性は大いにありそうですね。デッドライン当日も MLB のトレード注目して見ていきましょう。ということで今回の動画は以上としたいと思います。今後もですね、MLB に関する動画上げていきますので、興味のある方ぜひチャンネル登録していただけると幸いです。それではご視聴ありがとうございました。